車両用信号円管乗務員室に設置している携帯用信号円管信号円管とは鉄道において非常事態が発生した場合に赤色階によって接近する列車に停止信号を現時するものである信号円管によって現時される信号を発煙信号といい鉄道信号の一つ古くは信号円管とも呼ばれていた 鉄道営業法第1条に基づく鉄道に関する技術上の基準を定める省令第117条の国土交通省解釈基準である鉄道に関する技術上の基準を定める省令の解釈基準別冊 1X-25 第1項2に示されている列車防護設備または用品である車両の乗務員室助手席上部の屋根に取り付けられている点火装置に内蔵され 手動点火レバーの操作、または手装置連動により点火できる車両用と乗務員や駅務員、保線関係者や信号通信電気関係者が列車防護に使用するための携帯用がある。従前は機動脇に検職したパイプスタンド上に信号円管を取り付けて落石検知器や踏切非常放置器から点火する地上用も用いられていたが、現在は 特殊信号発行機にとって変わられている。自動車の保安装備品である発煙筒とは別物で、こちらは自動車用緊急保安煙筒という。鉄道用信号炎管は自動車の発煙筒とは違い、火炎が大きく燃焼時間が長い。また、発煙が非常に少ない地下鉄用もある。鉄道用信号炎管の燃焼時間は、省令で5分以上と定められている。 ありがとうございます。